はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、いや今回はですね、昨日九十三の方をね、雨のため敗退したんですけど、今日は晴れですっていう、これどこに行くかっていうとね、あちらのですね、阿蘇山の高岳ですね、に行きたいと思います。はい、今日はね一日天気が持つようなんでね、景色もこんな感じでよう見えるっていうところで非常に楽しみにしております。じゃあそんな感じで今から阿蘇山に行ってみよう。はい、潜水橋登山口に着きました。はい、ね、今からねバカ尾根っていうところを登ってですね、そこから、阿蘇山の、高岳に行きたいと思います。あ、高岳ガスガスですね。はい、まあ、ちょっと、まあ、天気も多少恵まれてるんで行ってみたいと思います。花酔いわし出発です。お願いします。お願いします。まあ、いきなり橋があって水がきれい。あそこ疲れそう。そうなんですね。露天風呂になって。いやいや季節がおかしいね。三ヶ月前やそれ。三ヶ月前。まあね、すごいよね。そうね。あそこかなりあの水がないですね大体ね。水が流れて。やっぱり。見たね。バカ咲きやん。違う、こっち見てこっち見て。めっちゃ見えない。なんで宮間県市は今咲いてるんですか。なんで狂い咲きやん。すごいな、あれ一本だけ、あれめちゃくちゃ咲いとんよ。なんでこんなことが起こるの。火山ガスでやられたの。これバカ尾根あんなとこまで行かなあかんねや。あれ登り出した人が登りすごいな。高い咲きの人ありそうですけどね。じゃあ頑張ってください。頼りにならんがいで。じゃあお願いします。足でまとめて あとはお願いします。場所の説明はするけど自ら登ろうとして。あとはよろしくお願いします。目の前猫だけですね。あ、猫だけ。猫だけを見ながら右ガスガスやね猫だけ。猫だけ寒い。風がきついわ。気温早く戻りようかな。気温ただ今10度。10度。寒いわ。風が強いんで体感温度がマイナス10度ぐらいかな。あ、これ溶岩が両端からせり出してる。すごいな。これドロドロの黒土滑るみたいです。はい。でもただちょっと風がね、これで防げてるともすごいありがたいです。全然違いますね。全然違う。あ、やばい。めっちゃハイステップさすやんこれ。上がっていってるの。上がっていくの。すげーな。ロープウェイ跡があります。はあ、バカおねしんどそう。溶岩がすごい。溶岩の上を歩きます。そんな感じで溶岩の上は滑りにくいもんなんですか。全然滑らない。あ、よかったよ。浮き石がないんですよ。あ、なるほど。へえ。歩きやすいっちゃ歩きやすいですね。こんな感じで草を刈り分けて歩きます。序盤風が防げるからいいんですけどね。足元もちょっと濡れてて、ちょっと滑るの注意ですね。帰りは力変える、ループするってことですね。そうですね。帰り中野さんって前行きます。行きます行きます。はい、いつも行く。ガスは入ってきましたね今。どうだろう、目半蔵の目半蔵の方辺に下腹部あたり。ここの触る。はい。さっきから強風が止まらん。
中間点着きました。山頂までの中間点ってこと？あ、5合目みたいなもんか。いい風。さあ、中の面を歩いておりますが、きついな。大丈夫ですか？俺もさんゆっくり行きます。飛んでる、うん、だからアズバンとかめっちゃ興奮してるよね。アズバンここ好きやろ、まあね、めっちゃ登りやすいもん。ここの方がここ仕事できそうで、ここマット持ってきても転げ落ちるよね。ダメっすね。ダメだよ、ね、これ邪魔だな。私直登できる。アルプスの溶岩バージョンみたいな感じやな。ここまで来たすごいね。カネさんどうですか？すごいすごい。登りやすいよ。登りやすい、うん、こっちからでも行けそう。こっからも行けるけど、うん、これ下山したくないやつ。ガス的だな。下が高い。すごい垂れてきましたね。さっきまでガスガスやったんですけど、もうちょっとです。危険って言われたら、こういう触ったら落ちる。いいわ。絶対触っちゃダメ。絶対触っちゃダメ。めっちゃ固定されてますね、うん、こっちに落ちてきても危ないし、こっちに落ちてきても危ないし、向こうに落ちても危ないし。これ見てよ、これガラスに。これ見て、ここ。崩落危険。すげえな。これ危ないんですよ。いつか落ちそうで怖い。お前な、あっち側ってもう人にやってたら死ぬの、ね、マジやばいわ。人のいない時に落とした方が本当はいい。はい、稜線到着。ガスガスやないかい。高田君ガスガスや。あ、こんな感じになってんね。稜線に着いてからは平地をしばらく歩くみたいです。すみません。ガスガスっすね。最近ガスガスの山しか登ってへんような気がします。いや、すげえな、これ。あ、見えました、見えました。めっちゃかっこいいやん、これ。あ、これはね、見えました。高田県見ました。すげえな、かっこいいやん、あれ。すげえな、乗ってんな、こんなの。かっこええわ。はい、なんとかすごい火口が見える。こんな感じやねんね。山頂楽しんでますね。よいしょ。やっと着いた。着きました。これが前から行きたかった阿蘇山の山頂。感動や。1592、すごいね。さっきの僕から来ました、来ました。ここでここで恵まれてる。はい、おー、すげー景色や。昼に晴れてきました。相変わらず持っております。すげーな。
ほら、もうあそこら辺見てくださいあそこら辺見てくださいまるで工事現場みたいな工事現場やん、そうです工事現場やんけどすげえなあれ、あ、開くのかすげえあ、猫だけ見えたよ。すげえな。急に見えてきた。はい。あ、またガスできた。すげえ。すげえ移り変わりが激しいわ。はい、今から中岳に向かいます。きついな。よいしょ。またまたガスガスです。さっきからガスが曇ったり晴れたりですげーですね景色が、これ加工ですか、うん、となんか加工あるけどいっぱい加工あるけどいっぱい加工があるんです、ね、中岳まで行ったらその奥がものすごい加工ああそうなの奥向こう行ってる何個かあるんですね、はい、ここの稜線の逆側から見たら裸になってるんで地層がすごい見えるんですよあお、すげえ綺麗。ねえ。中岳目指します。ああ、中岳着きます。結構ガスがすごいですね。はい、みんな全員引き出たねガスがねガスばっかり中岳1506m 着きましたすごいなあこれ加工かおおすげえすごいなうわ異世界みたいすげえなここはい、さっきからね、火山ガスすごいですね。ごほごほいます。一応マスクみたいにして、こうやってるんですけどもね。はい。なかなかちょっと厳しい。そんなごほごほいてます。目がしばしばします。はい、これを一旦ね、登り切って、そこからまた思いっきり下るっていうことですね。大変や。昔はこれ行けてたんですか？そうですね、あっちに駅が見えてるんですよ。駅が、はい、何のバスの？ですね、昔あのロープウェイがこう。あ、ロープウェイの駅だ。今のバスで山頂近くの、あの火山の火口近くまで上がれるんですよ。レベル低いで、はい、あそこから駐車場からぐるーっと回って。あ、歩いて？あ、歩いて、あの砂千里ヶ浜ってですね。へー。歩けてたんですよ。はい。で今はもうあの今年の夏ぐらいですかね。はい。あのそれ以降がちょっと。噴煙が上がって、あ、噴火したから、はい、真っ白になって今歩けない状態なんで、歩きたかったな。あ、まあ、ここ歩いたらまたすごいあの火星に行ってるみたいですよね。火星みたいな、おお、いいね。
もうあれ地球を越えてまうっていう地球外国みたいな景色じゃないんだ。地球もう地球を越えてしまうんだ。日本じゃないみたいな。日本じゃないみたいな。地球じゃないみたいな。なるほどね。いやこれ加工園ね。はい。これが来たい。やべえな。どんどんこっち来てるけどね。怖い。これすげえな。この膝あれも加工ですか。昔の加工だよね。でも第一加工第二加工とかこのここが第二加工。だらけ。へこんでるとこも。多分昔ね。だからそもそもこの向こうに見える外輪山が全部加工だからね。もともとね。ぐるーっとね。あれは九十。はい。これ逆から見たわけやな。はい。あ、すごい匂いがする。今下まで降りよう。わ、すごい。めっちゃ強い匂いが。降りましょう。あ、これ下降りる。なるほどね。中だけ降りて。あ、で、あそこに見えるのがバカ尾根って言って、今日来たところ。あ、今日来たところ。あの尾根を今日急登登ってきた。あ、そうかそうか。これ見たところ、これがあれかあれかと思った。バカ尾根かと思った。最初見たとき。あ、下から見たとき。チャンス。こっちの方ですね。奥の方が高岳ね。高岳ね。ちょっと奥の手前が。ガス出ました。要はあれ登りましたね、あれね。あの急登行ったんですよ、私ずっと。さあ、途中からめっちゃきつくなったでしょ。はい。手をなしてないの、これ。ああ、これあれ。すごいな。避難してた。こっちの面だけ。すごいな。こういうデザイン。こういうデザイン。デザイン。鉄筋を出すもう全然強度ないわ。シェルターすごい、ね、やべえな。遠くから来た人に、はい、この晴れた素晴らしい景色を見てもらえて良かったですね。東京から来たメンバーにね、まあ、景色ガスガスで真っ白の中で終わったらもう本当申し訳なかった。申し訳なかったです。何やねんこのシーン、はい、そうですね。今日はもうこのショッフェルさんで買ったもうこのウェアが、はい、昨日からです。もかなり優秀でした、はい、優秀でした。ショフェルさん、このサコッシュと、はい、サコッシュとウェアと、はい、トーレとあの、はい、コラボした。トーレとコラボでした。トーレの何ちゅうの、まあ、これメモっておきますから。ダーミーザクス、あれ僕よかったです。急にあれ、急に案件っぽの近所の店の店長に絶対言ってくれって頼まれて案件っぽくなる感じ。何やねんこれ。コルタオチャンネル出るならショフェル宣伝しとってよみたいな。急に案件っぽくすなよほんまに。女の店員さんにも言う。女の店員さんに言われたんですね。出るなら宣伝してくれて。わかりました。絶対これ来てくれてだそうです。はい。エモン大丈夫だったんですか。普段こんなんで全然美貌デビュー。全然登りやすいんですよ。足裏感覚あったやろ。感覚ありすぎても踏むときちっちゃいし踏んで、うん、めちゃ足つぼみたいになった。足つぼみたいな。痛かった。でもちゃんと選べば。それやると強くなりそうやな、なんか。これクライミングで強くなりそう。なるほどね。ふくらっていくぞ。あとビコベアフット入ってる。ユーロのね、今回後ろに誘導してるんで、あの山本さん。あれを登ってきたんですね、僕ら。きつかったね。そうですね。でこれはあ、これは何ですか。これはあの昔あのここまでゴンドラで来れてたんですね。ああ、ありますね。その跡地でもう老朽化したんで。ああ、なるほどね。はい、あ、ここからあのこれが最終駅ってことですね。そうですね。はい、であのさっきの展望台までみんな歩いていくって。ああ、なるほどね。はい、あ、そういうことか。寂しいな、これの見てたら。ね。すごいな、この風景がすごいな。よくあの尖った山がこう一個あるでしょ、はい、あそこあのバカ尾根をあれ登って、手前のバカ尾根登ってると、あそこはあのクライミングで上まで上がってるって言います。あ、結構危険なんですかね、結構落ちた人もいるんですけど。へえ、うわすげえな。リードクライミングしてる人やっぱ違うな。あ、九十が見えるじゃないですか。あ、九十見えんね。あれはなんていうやつ。ここまで来るとさすがに俺も分からんけど、多分一番右が大仙山だと思う。あ、大仙山ね、この間行ったりとか。へえ、はい、ね、阿蘇山の高岳下山しました。はい、いやね、那九州の山久しぶりに登ったんですけども、なかなかですね、
風がきつかったですね。はい、めちゃめちゃきつかったし、ガス。はい、ガスですね。目充血してるもん。ああ、そう。ほんま、めっちゃ痛くて。あ、ほんまですね。うん、あ、そうかそうか、メガネしなかったなおさらということで、うん、ちょっとね、やっぱオーバーグラスみたいなのあった方がいいかもしれないです ね。サングラスとか、サングラスとかした方が良かったかもしれないですね。今日ちょっと特別流れでだったところなんですけども、はい、ですね、まあ、なんやかんや言うてね、目岡間ぐらい前と雨方やったんですが、だん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 ね、天気になっていって、ね、今結局ね、晴れになりましたね。めちゃめちゃ晴れてる。晴れですよね。なかなかのことね。めっちゃ登りましたね、バカ鬼ね。でね、結局ですね、山頂は、まあまあ晴れたり曇ったりで、まあ、結局景色が見れてんで良かったかなって思います、うん、加工が良かった、ね、加工が良かった、ね、っていうところで、フォータルチャンネルで、ね、またね、九州の山、いろいろチャレンジしていきたいと思いますんでね、よかったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますっていう感じで、まあ、そんな感じで、ほな、さいなら、はい。